モデルの大部分を占めるパーカーを作っていきます。これまでとのつながりが分かりにくいので説明すると、パーカーのモデルが胴の部分と袖の部分2つに分かれています。元にしている胴のモデルから抽出したからですね。なのでバラバラのそれらを結合していくところからです。モデルをムーブブラシで引っ張り、袖にくっつくように変形させています。変形させた後はサブツール同士を結合させて、ダイナメッシュを適用する&Z リメッシャーでポリゴンを整える。サブツールの結合と Z リメッシャーでのポリゴン整理はセットですね。サブツールの形状を維持して結合したいときは、どうしても解像度が高くてその後の作業がしにくくなるので、流れ作業として覚えておくと良いですね。ポリゴンの整理には Z リメッシャー以外にもデシメーションマスターというプラグインの項目から使えるものがあります。こちらは時間がかかる代わりに高い精度でポリゴンを整えます。モデルの形状をほとんど変えずにポリゴン数を減らせる勝るものです。私は作業の中盤までは Z リメッシャー、終盤はデシメーションマスター、そういった具合で使い分けています。ちなみに他のソフトに持っていく際はデシメーションマスターは必須です。頂点数400万とかは他のソフトでは扱えませんからね。形状を変えずに頂点数を減らせる進化はこちらにありますね。モデルの作成の方はシワ付けに入ってますね。ダムスタンダードブラシで流れを意識してつけています。正直適当ですが、実際に洋服を引っ張ったりして参考にしています。凸よりも凹を多めにした方が綺麗に仕上がる気がします。画面ではそのままやっていますが、マテリアルをチョークにした方が凹凸が分かりやすいのでおすすめです。色もペイントブラシで濃いめの色をつけた方が明瞭でいいですね。最後に元のイラストを比較して調整してパーカーの作成終わりです。洋服の端の作成です。動画には載せていますが、あまりおすすめできない方法ですね。立方体のサブツールを変形させて合わせる方法ですが、手間がすごいです。手法としてはマスク&回転の王道なのですが、ポリゴンが崩れて想定していない形状になってしまう場合があります。これから作るのであれば洋服のモデルから抽出して作りますかね。抽出したモデルを図モデラーで押し出すことで綺麗に四角柱を作ることができるので、完成した時のポリゴンが整いますしね。画面内の作成はひたすら四角柱の変形なので、他の話をすると、私作りたいの多すぎて困ってるんです。でも本当に作りたいものがマイナーすぎて需要なさそうで、やはり需要と供給のバランスは意識したいんですよね。最近だとウマ娘関連は需要すごそうですね。里のダイヤモンドチャレンジとか流行りませんかね。タカランドモデルに大人数で取りかかるってレイドバトルみたいですごい楽しそうですよね。まあその理論だと私は絶賛ソロプレイ中なのですが、ソロマルチ云々は置いておいても作るものの難易度は上げて、需要がなくても驚かせられるものを作っていきたいですかね。あ、それ終わりました。なんかつらつら連ねてたら前の区切りが終わってました。今回の動画最後はリボンの作成ですね。結構こういった小物は他のモデルにも流用できるため気持ち細かみに作成した方がいいですね。リボンをリボンたらしめるシワは意識して作成しました。形状が左右対称のみならず上下も対称の場合はシンメトリーを X だけでなく Y も適用すると形状が綺麗になります。立方体のモデルを変形結合させてリボン完成です。ポリメッシュ 3D にして今までのモデルに持っていきます。トランスポートポセブラシで角縮配置をしていきます。リボンや靴下にあるリボンは全て同じモデルを流用します。いかに楽をするのかとても重要なことですね。ちょこちょこモデルの全体が見えますね。ゴールが見えてくると俄然やる気が出ますね。はじめは棒みたいな元体だがここまで来ました。突然の予告ですが、次回でモデルの作成は終わりそうです。やっと終わりが見えてきましたね。あと少しお付き合いください。小さいリボンの配置の後は胸のリボンに取り掛かります。自重で垂れている感じを表現していきます。まあ、やることといえばムーブブラシ無双なのですが、下方向への変形といえばダイナミクスでの変形はすごいですね。
今回のモデル作成では使用していませんが、とても便利な新機能です。正直なんで追加料金取らないんだって思いました。ダイナミクスは簡単に言うとモデルに重力をかけて変形させる、そんな機能ですね。重力以外にも衝突による変形も可能です。殴られている顔とかすごいスムーズに作ることができます。反面結構マシンパワーが要求されますね。まあそこはデシメーションマスターとかを組み合わせていくと良いです。ダイナミクスのせいで前に買ったマーベラスデザイナーがご臨終です。余談が過ぎましたが、リボンが完成しましたね。先ほど言ったようにモデル作品は次回で終わりです。本当に終わるかどうかは分かりませんが、予定ではですが。ではまた次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。